もう今日も今日とて原稿が終わらない。うっす、まだやってんの？もうまた邪魔しに来たのか、うつくん。邪魔じゃないって、今日もグラディウスやろうよ、一緒にさ。グラディウスはもう2面までしか行けないんだよ、毎回。あ、ごめんな、俺のせいでいつも。じゃあパロディウスにしよう、今日。パロディウスならなんとかなるか。お、茶じゃん、これ。どうしたの？それね、うん、担当の人がくれたんだけど、飲む？え、いいの？いいよ。え、ほんと？じゃあ入れる入れる。飲もうよ、一緒に。あ、じゃあ。一回休憩しよう。まあ、そうしよっか。ね。じゃあ、これあとは4、5分待てばできるから。まあ、蒸らしたらなんかうまくなるしね、紅茶なんかね。そうそう。あ、てか、待って、コップないじゃん。あ、そっか。うん。あ、ちょっと。あ、ごめん、ちょっとじゃあ。じゃあ、取ってきます。あ、お願いします。お待たせ。まあ、ありがとう。はい、どうぞ。え、これ何？え、いじめ？汚すぎん。え、ああ。見て、これ。いや、だってね、うん、結構原稿やりながらね、ほっとくとね、残っちゃうんだよ、茶渋みたいのが。もう先輩後輩の垣根を越えて言いますけど、マジで掃除した方がいい、これは。確かにね。でもね、これでも洗ってるんだよ。普通に洗ってもね、これくらいは残っちゃうんだよ。本当に言ってるそれ？うん。でもどうやったらちゃんと洗えるんだろう。なーに、茶渋？お、先生。先生。そうなんです。汚っ、なにこれ。何ですか？やばいね、これ。なにこれ。いや、こうなっちゃったんですよ、ほっといたら。あー、なるほど、なるほど。茶渋があれなんで、落ちなくて困ってると。はい、なるほど。こんなんね、塩酸とか硫酸入れたら一発で落ちますね。危険度が高そう。まあ、そうね、これぐらいだったらまさかいけますか、うん、いや、まあなんか科学の力で落ちるんじゃない。おっ、どうだ、久しぶりのあれだ。科学は全てを解決する。まあ、茶渋とかさ、はい、そもそも僕は呼ぶまでもなくね。まあ、そんなに言わない。なんかこうやってさ、あ、入ったらさ、ぶっかけりゃ終わりじゃない。これさすがにちょっと味気なさすぎません？じゃあ、まあなんか、スポンジ、メラミンスポンジとかでさ、なんかやりゃいいじゃないですか。いやいや、なんかスポンジっていうのもちょっとな、うん、まあでも確かにこれちょっとザラザラしてるから、ちょっとメラミンスポンジ効きにくいよね。うん、まあそういうふうなことで、まあ今日はね、せっかくなので、どんな食器でも、そのどんな、まあ、大体食器の汚れであればほぼ全部落とせる。ほぼ全部、うん、ほぼ全部っていうふうなものがすごい簡単にできるというのを、せっかくなのでご用意しました。そういうの、はい。お、なん、あれ、コンパクト。あ、そう、重曹とクエン酸で、まあどこのもう100均とかにも売ってるような、はいはい、うん、もので、はい、まあ僕のご存知の通りの、え、まあ食べてもらう。これってペロペロ、これはペロ、これは、酸っぱいですよね。ありがとうございました。ありがとうございます。え、僕それペロですか？流れ的には。ちょっと待ってください。粉薬ぐらいあります。これペロできるんですか？まあ一応ペロできますよ。まあペロできますよ。あれですか、これでどんなリアクションすればいいんだよ、これで。すごい瞬間的に今引っ込んだけど、まあ重曹だからね。そうなんで、まあ、重曹と、まあ、重曹とね、クエン酸とあと洗剤があれば、大体のね、汚れはね、落ちる。あ、こんな感じで入れちゃって。あ、ありがとうございます。この、はい、要するにこいつら2つで洗剤がパワーアップする感じですか？なるほど。どうやるかっていうと、はい、まあ、簡単な話で、まあ、重曹が中に入ってるね。これ水ですか？まあ、今水が入ってます。あくまで、まあ、模式的にやるんだけど、はい、結構いきますね。そんな、重曹はね、もうね、ただみたいなもんだ。で、洗剤を入れておきます。ドバー、もう感覚目分量ですね。はい、目分量で、はい、で、この状態で、もうスポンジにつけて、はい、で、あとはクエン酸をつけて洗うだけなんですけど、はい、これどういうふうなことかっていうと、はい、こうやって、いわゆる反応、いわゆる酸と重曹によって中和反応が起きるわけですね。で、中和反応が起きるときに、こうやっていわゆる二酸化炭素が大量に出る、はいはい、で、その時にこの、クエン酸っていうのは酸ですよね、はい、で、重曹っていうのはアルカリですよ、はいはい、だからいわゆる酸とアルカリが両方あって、で、いわゆる汚れっていうふうなのは、いわゆる酸に溶ける汚れと、アルカリに弱い汚れっていうのが両方あるんで、これ同時に落とせるってことなんですよね。
でしかもこれ中性洗剤と重曹とクエン酸ですから、うん、言うほどそのいわゆる毒も害も、まあ、触っても大丈夫なもの、うん、刺激的なもんじゃない、そうですね、うん、なのでこれを例えばスポンジにこうやってつけてこうやって、うん、ここでこう擦るだけで、おお、めっちゃ取れてるじゃないですか。めっちゃ落ちます。あ、すげえ。これだけで、ね、もう、あ、本当だ、相当落ちていきます。こんな感じでね、もう普通は落ちにくい汚れもこうやって、え、めっちゃ綺麗、一発でピカピカ。え、あ、すごい、めっちゃ綺麗になったじゃないですか。本当だ、ね、あ、この違いよ、もう明白だ、明白ですよ、これで手も荒れなくていいでしょ。そうですよね、これいいな、うん、そう、これね、あの台所のね、排水口だったりとか、ああいう風なの汚れもこれで立派って落ちるんで。あ、そうですね、どこの場合はね、もう重曹をぶっかけて、で、その後クエン酸をぶっかけて、で、洗剤上からバーッとかければ、うん、大体ね、泡がすごい立って、その時ゴシゴシしてしまえば一気に落ちるんで、もう最高ですね、これピカピカになると思いますんで、うん、マジか、はい、僕の34年何だったんだ。はい、この通り綺麗、ピカピカ、すげえ、これはもう最高ね、素晴らしい、本当にありがとうございます。まあというわけで、なんだっけ、お茶飲んでたんだっけ、はい、あ、そうでした、お茶を入れてそのままでした。ああ、え、やばいんじゃない、ちょっと時間経っちゃった、結構経ったよ、ぬるい。ちょっと待って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 、こんな色のお茶だったかな。いやいや、出過ぎでしょこれ。どうぞ、ボナペティ。いやいや、ボナペティ、どうぞどうぞ。まあシルブフレ。うわー、これ出過ぎだって。ああ、まあそうですよね、めっちゃ渋いっす。色を薄めてあげようか。あ、色の問題じゃないです、色の問題じゃないです、先生、先生、色の問題じゃないです、これは。チャンネル登録よろしくお願いします。